この内閣は納得と共感内閣というふうに考えております。昨日第百二代内閣総理大臣に就任した石破総理は。十三人の初入閣組を含む石破内閣を発足させました。衆議院の早期解散には野党が反発していますが。会見で石破総理は今月九日に解散し。二十七日に総選挙を行うと明言し。 解散ののにについては次のように強調しましまた。新しい内閣が発足をしたからには国民の皆様方に信を問う、この内閣をご支任いただけるか、あるいは他の選択があるのか、それを主権者たる国民の皆様方に問うのが私は大義だと思っております。自民党の派閥の裏金事件で政治への信頼が揺らぐ中、石破総理は、 裏金事件に関わった議員の衆院選での公認については政治資金の公開の在り方や再発防止策などに関する考えなどを提出させた上で判断していくとの考えを示しましたまたきのうの会見では政権の経済政策について最低賃金を2020年代に全国平均1500円に引き上げるよう目指すとしたほか 物価高に苦しむ人を支援するための経済対策の検討を早期に支持するとしていますこのほか日米地位協定を改定し日米同盟の強化につなげていくとの考えを示しています